こんにちは、なりぱんです。今日はですね、宇都宮にある三崎食堂さんに行ってまいりました。裏メニューがあるね。どんなメニューがあるか楽しみですね。では行ってみましょう。今回は宇都宮市にある三笠食堂さんに行ってきました。豊富な裏メニューがある人気の食堂です。メニューなんですけれども、ご飯もので焼肉丼やカツカレー、カニピラフ、オムライスやチャーハンなどがあり、定食類でエビフライや生姜焼き、唐揚げやレバニラなどがあり、麺類でラーメンや焼きそば、たぬきうどんなどがあり、スパゲッティ類でナポリやカツカレースパゲッティなどがあり、季節もので冷やし中華やカキフライなどがあり、サイドメニューで餃子や冷ややっこがあります。三笠食堂裏メニューで検索したり、壁にある QR コードを読み取ると裏メニューが出てきます。トルコライスや豚玉ライス、いろいろなフライの乗った親父カレーや餃子フライ、100円の貧乏丼や200円の富豪丼、謎の LRT ライスなどなどがあります。私はトルコライス1000円、ナリパンはボルガライス1000円を注文しました。卓上には醤油、ソース、胡椒、ラー油が置いてあり、カウンター席や棚にいろいろな種類のソースが置いてあります。個人的にじわじわ来て大好きです。さあやってきました、ボルガライスとトルコライスの到着です。味噌汁先輩、小鉢がついてきます。いただきます。ボルガライスですが、オムライスの上にとんかつが乗っていて、デミグラスソースがかかっています。まずはとんかつから。コクとほのかな酸味のあるデミグラスソースがとても海派です。デミグラスソースにあまり馴染みのないナリパン君、とんかつにデミグラスソースの組み合わせにとても衝撃が走り、感動していました。どこ取ればいいか分かんないです。オムライスですが、中はケチャップライスです。昔ながらのオムライスって感じですね、うん、そこにデミグラスソースが入って美味しいですね。卵もふわとろで海派です。三笠さんのボルガライス、まさに三沢光晴の2代目タイガーマスクのようなヘビー級な美味しさで、タイガーマスクのような見た目のボルガライスです。トルコライスですが、ナポリタン、ドライカレーの上に目玉焼きとカレーがかかったとんかつが乗っています。まずはとんかつから。サクふわのとんかつに豚肉や玉ねぎの入った優しい味わいのカレーがベストマッチ。ミックスベジタブルやピーマンの入ったドライカレーですが、風味がよくスパイスが効いてピリ辛。ちょっとピリ辛のカレー、うん、ミックスベジタブル、食感がいい。そして目玉焼きと合わせると最強です。玉ねぎ、ピーマン、ソーセージの入ったナポリタンですが、しっとり系で、こちらも昔ながらの味わいで海派です。いろいろな味を楽しめる、まさにみんなに好かれて器がでかく男気のある三沢光晴のように魅力的なトルコライスです。小鉢の煮物がさっぱりさせてくれて、味噌汁先輩ですがチワス。味噌汁先輩の具材ですが、わかめとネギの味噌汁で、シンプルに、シンプル。そしていつものようにわがままなりぱん君にテレポーテーションしてました。これナポリタンですね、美味しいです、食べやすくて美味しいです、すごいスパイス効いて美味しいです、美味しい。いいよ、カツ食べていいよ、美味しいですね。やっぱカレーの旨味がギュッと詰まってて、そこにね、カツのサクサクが入って美味しいですね。ということで、私もナリパン君のボルガライスをいただきました。そうシンプルじゃ、なんか昔ながらな感じですね。いろいろなメニューがあって悩むわね。そういえば三笠食堂さんの駐車場なんですけれども、お店の後ろにタイマッサージ屋さんと共同の専用駐車場があります。場所なんですけれども、すずめの宮駅から車で約3分、国道4号線芦
足利銀行すずめの宮支店を曲がり少し走るとあり、新4号線からだとフライングガーデン若松原店を曲がって少し走るとあります。院内はカウンター席テーブル席があります。いろいろ詰まった裏メニューはわんぱくな2人にはたまらないわね。わんぱくなおはるさんにもぴったりです。うみゃーでいろいろ楽しめるので人気なのがわかるお店でした。完食です。ごちそうさまでした。はい、といったわけで、三笠食堂さん、メニューが豊富で大変美味しかったです。他にも、栃木県内の飲食店の動画を上げてますので、そちらもご視聴、チャンネル登録、よろしくお願いします。最後までご視聴、ありがとうございました。では、バイバーイ。おみゃー。おみゃー。歩き、おみゃー、おみゃー、おみゃかしら、へい。